はいどうも、のりさんです。皆さんご機嫌いかがでしょうか。本日もワンコーラスレッスン一緒に勉強してまいりましょう。さて本日の楽曲は二見宗一さんの仮干し恋歌という楽曲をやっていきたいと思います。二見宗一さんと言いますとね、これから期待の若手演歌歌手のね、お一人でございますけれども、今回のね楽曲ちょっとキーが高いめですので、二見さんのねキーからマイナス1でね、レッスンの方を進めていきたいと思います。はい、それでは区切りながら見ていきましょう。山がよ寝る仮干しの、まずここまでいきますね。最初の山がよは丁寧に出ます。山がよ、よはね下からしゃくります。よ山がよ、2回目の山がよはねやや聞かせてきます。でもちろんね最後のよもしゃくりますよ。山がよとね、それともう一点ねリズム要注意ですね。最初の山がよはタランランラン山がよに対して、後の方はタラランラン山がよ、わかりますかね。マーガーのところがねちょっとリズムがね、変わります。1回目は山がよに対して、2回目は山がよ、マーとガーがくっついてガーとヨーの間に横棒がね入るようなイメージだと思ってください。もう一回歌ってみますね。山がよ。はい、ここだけね、さっき言ってみましょうか。3、はい。山がよ。いけましたか？で、その次ですね。山がよ、寝る。ここはしっかり入りまして、山がのま、これはね下からしゃくります。山がじゃなくて山がま、山が呼んでる。そしてでにね拳入れられる方は入れてみましょう。でる山が呼んでる仮干しので、仮干しのしにもね拳入れられる方は入れてみましょう。仮干しの、最後のの、の伸ばしもねやや聞かせていきましょうね。そして、山が呼んでる仮干しの、これはね一息で行けたら一息で行きたいところですが、どうしてもしんどければ間のね山が呼んでる仮干しの、この仮干しに入る手前ですね。山が呼んでる、ここでね息継ぎ、しんどければ息継ぎねしてもいいかなと思います。山が呼んでる仮干しの、こんな感じね。まあもちろんねしんどくない、いけるぞという方はね一息で行ってくださいね。はい、じゃあ行きましょう。山がのところ3、はい。山が呼んでる仮干しの、いけましたか？その次行きます。朝もはよからかやはい、朝もはよから、ここもね音は高いんですが、手前のね山が呼んでる仮干しののところをねしっかりと聞かせてきましたよね。ここを引き立たせないといけないので、この朝もは気張ってしまわない、むしろあまり気張りすぎずということですね。朝もこんな感じね、これを朝もとねうなってしまわないように気をつけてください。
朝もはよう、ね、全体は晴れ晴れとしたね雰囲気を心がけてくださいね。朝もはよから、そしてね拳2箇所ほどね入れられる方入れてみましょうか。かーの次の横棒のもう一つその次の横棒、それとラーの一つ手前の横棒、この2箇所ね入れられる方は入れてみましょう。はーよーからタランララララララランという感じですね。もう転がすように入れてください。朝もはーよーからこんな感じですね。そして最後のラはちょっと短めにしておきましょう。でないとね、ちょっとここの間で息継ぎしなきゃいけないんでね。からこのラは短く、そして一瞬で息継ぎをして、かーやーやーの次の横棒、ここでね拳ですね。かーやーおーおー、ここもね拳。おかあるかとるの間のお横棒にもね拳入れられる方は入れてみましょう。かあるはい。でこのかやをかあるのね、ところを徐々に徐々にね音量を落ち着かせていきましょうね。かやをかあるで、伸ばしのね後半に揺らしを入れてあげるとね演歌っぽくなりますね。では行きましょう。朝もから三はい、朝もはよからかやをかる、いけましたか。その次行きます。何がつらかろう野良仕事。ここでちょっと一回区切りますね、落ち着いて入りまして、何にがにがにはねちょっとしゃくってあげましょうね。何がつらかろう野良仕事と、最後のともしゃくってあげましょう。野良仕事、それと野良仕事のね仕事たたたた、ここのメロディーラインは丁寧にね取ってあげてくださいね。ここを野良仕事とねだらっとしないように、たらたたたたたんというメロディーラインを大事にしましょう。野良仕事仕事、間のね母音を意識してみてくださいね。では行きましょう。何がつらかろう3はい、何がつらかろう野良仕事、いけましたか。その次行きます。あの子浮かべてせいよだす、はい、あの子、あにねちょっとアクセント置きましょうかね。あの子を少しずつ盛り上げていきますよ。浮かべて、で息をしっかり吸ってせいいい、いいは下からしゃくった方がいいですね。せいよおに拳、そして出すのだに拳ですね。せいよだす、はい。でここのねフレーズは もちろんねしっかりと歌ってくださいね。そして最後の伸ばすところだすね、しっかりここも聞かせてきてくださいね。ちょっとここもう一回歌ってみますね。あの子を浮かべてせいよだす、はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。3はい、あの子を浮かべてせいよだす、
ちょっとね、しっかりと歌わなきゃいけないところなんで、もう一回いきましょうか。3、はい。あの子を浮かべて声を出す。はい、いけましたか。その次いきます。無理は言わぬが、無理は言わぬが、帰らぬか。はい、ここまでいきますね。無理は言わぬがというね、文句が2回ありますけれども、最初の1回目の無理は言わぬが、まあしっかりめでいいでしょうね。無理は言わぬが、最後あんまり伸ばさなくていいですからね。そして2回目の無理は言わぬがはやや落ち着いて、無理は言わぬが、このお尻のがもね、そんなに伸ばさなくていいですね。そして息継ぎをして、徐々にねボリュームを落としながら、帰らぬか。で、拳ね、入れられる方は帰らぬのら、帰らら、まあ私はちょっとね拳は苦手なんであんまりうまいこといきませんけれども、かえら、そしてぬ、ここもね拳ぬか、伸ばし後半でね揺らしを入れてあげましょう。はい、ここもね印象的な部分なんでね、ちょっともう一回歌ってみますね。無理は言わぬが、言わぬが、帰らぬか。はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。3、はい。無理は言わぬが、無理は言わぬが、帰らぬか。いけましたか。はい、じゃあ最後のフレーズいきましょう。どこへ流れる茜雲。はい、最後のねフレーズいきます。どこへのど、これはね落ち着いて入りまして、下からちょっとしゃくりましょう。どうじゃなくて、どうどうね、ちょっと低い音から、しゃくりながら入る感じですね。どこへ長が、と例の間の横棒ね、これはしゃくってあげましょう。長じゃなくて、長流れで、レにね拳入れられる方は入れましょうね。レール流れるね、徐々に盛り上げてきて、そして最後の息継ぎしっかりとしまして、茜雲のあはねアクセント気味に、あそしてかね、同じ高さのかですけれども、ちょっと下からしゃくりましょう。あかか、ちょっとねしゃくって、あかねえぐー、ぐーに拳入れられる方は入れましょう。ぐーもで、最後のもは少し遅れて入ります。ぐーもグーのね、母音のうーをね、ちょっと引っ張って溜めてから入る感じです。あかねえぐーもー。はい、で最後はね、演歌らしくたっぷりと伸ばして、後半にね、揺らしもたっぷり入れてあげましょうね。はい、ではどこへから3、はい。どこへ流れる茜
はい、こんな感じになりますね。それでは頭からね、ワンコーラス一緒に通してみましょう。3、はい。山が呼んでる、狩り星の朝も早から蚊を狩る。何がつらかろう、野良仕事、あの子を浮かべて精を出す。無理は言わぬが、無理は言わぬが、陰らぬか。どこへ流れる茜雲。はい、行けましたでしょうか。まあ、結構やっぱりね、キーが一つ落としてもね、高いですのでね、なんとか頑張ってね、出せるようにね、練習してみてくださいね。さて、いかがでしたでしょうか、狩り星恋歌。まあ、キー的にもね、高い楽曲でしたので、このレッスン動画ではマイナス1でね、進めてまいりましたですけれども、それでも高く感じるようであればね、カラオケで歌われる際にはマイナス2、3とね、臨機応変にね、皆さんの最適なキーに合わせて、歌ってくださいね。高いところが結構ね、気持ちよく出せる曲なんですけれども、まあ、怒鳴ってしまうような勢いでないと歌えないようであればちょっと下げた方がいいですよね。高いところでもね、まあ、楽にといったら、まあ、ちょっとね、難しいかも分かりませんけれども、あまり無理せずに伸びやかに出せるというところをね、一応目安にキーを合わせてみてください。ご本家のね、二見宗一くんなんかもね、聞いていただければよくわかると思うんですけれども、声に無理がないんですよね。まあ若さもあるのかもわかりませんけれども、まあ、非常にはつらつと若々しいお声でね、無理なく伸びやかにね、歌われてますので、あのような感じで歌えるようにね、ちょっとまた、ご本人さんのね、曲も聴いていただいて、自分がね、どれぐらいだったら楽にね、高いところも出せるかなというところでね、キーを合わせてみてください。拙いレッスンではございましたが、このレッスン動画が気に入っていただけたという方で、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それでは次回のレッスン動画でお会いしましょう。